ちは。こんにちは。はい、今日もありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今はどこがおつらいですか？そうですね、やっぱなんか、はい、で怪我して以来やっぱちょっとここまでとしても、ね、はい、定期的にやっぱ硬くなるのと、はいはい、なんかやっぱ背中が張ってる感、はい、背中の張ってる感とかね、はい、左の内ももと背中の張りですね。そうですね、そこがやっぱ一番今のところですからね。はい、確かに。で肩首に関してはなんかおかげさまで、はい、今のところそんなに、あ、そうなんですね、はい、分かりました。大丈夫なんで、まあ、はい、見てもらえばもしかしたら何かあるかもしれないですけど、ね、はい、今日は基本の60分で、はい、かしこまりました。よろしくお願いします。肩首など全体バランス見て、はい、トーク線とかはもちろんお願いします。わかりました。お願いいたします。なるほど。ちょっともう今の時点でやっぱりちょっと右に寄ってるなとかはありますね。あ、なんかそうそう、ここがすごく固まるのを感じました。はい、あ、腰ですね。はい、もう痛恨に蹴散らしてみました。すいません。いいえ、いいえ。右に、でもどこからっていうのがちょっと気になるんですけど、あ、でももう肩からそこなんですね。そうっすか。肩の時点でもう右が高いんですよ。ここがもうこんな上がってる感じがして、肩の高さを見ていくとここになるんですけど、こっちはここなんですよね。なんでここの高さを右に持っていくとここになるんで、だいぶやっぱり3分幅3本ぐらい違っちゃってるんですよね。でそのまんま腰も右の方が腸骨が高いですね。痛いですかね。で、まあ、なんでこれでこっちに持ってくるとここっていう、何もないですね。こっちで来るとここっていう、だいぶ違うんですよ ね。で、まあ、そのままの流れで右が短く右寄りに流れているっていう感じで、左端がここで、あ、全然違う。そうなんですよ。なんか真ん中に持ってこようと思うと、こう全体的にこう、こうしてこうしてこうしてっていう風にしないとなんですけど、そうすると多分今違和感がありますよね。まっすぐになってる気がしないですよね。左に持ってこられてる感じしますよね。はい、でちょっと痛みのチェックさせていただきますね。これで右と左と肩はどちらが、右が痛いですね。右が痛い、はいはい、痛い痛い痛い、ああ右、ああ右、右痛い、痛いですね、痛いですね。ちょっと足首、そうでしたね、はい。一応あの足首から。ああ、なんか右痛いです。ああでも、ああでも、ああなんだろう。右がチクッとする感じですか。はい。でも左もね、なかなか。左もずーんとするような。なかなかしますかね。なるほど。ちょっとじゃあ右の方が痛みが強い傾向ですね。そうですね。はい。右から揺らせていきますね。なんかもうその辺痛いですね。若干痛い。若干痛い。そうですね。なんかここが硬いんですよね。うん、もうね。だから軽く押さえてても引っかかる感じで痛いですかね。大丈夫ですかこれ？いや全然全然全然。あのスタンプ買ったんですよ。え、何ですか？はいはいはい。買ってすぐ本人に送ってありました。びっくりしました。いや、かわいいなと思って。あ、かわいいですよね。なかなか使うことが使えない。そうですね。もう先生無理やり使いましたもん。いや、でも無理やり感なかったですよ。本当ですか？鬼道具とかなかなか使えないですよね。意味わかんないですよね。知ってる人じゃないと分かんない。何を言ってるのか分からないですね。すごいですよね。スタンプも作るじゃないですかね。あ、でも誰でもスタンプは作ろうと思えば作れるんですよ。へえ。そうですね。
ますよ。小さいですけどね。なんか言うてる感じがあんまなかったっていう。揺れちっちゃいですよね。そう、揺れにくいですね。YouTube の、ね、視聴回数で、はい、飛躍的にアップされた、はい、あ、私そうですね、はい、あと登録者数もね、あ、だいぶそうですね、あのドーンドーンと来ました、はい、はいはい、新記録が出ました。やっぱ桃葉さん系ですか。あ、そうです ね、 ね、あの現れたというか、それがきっかけになったっていうのはそうですね、うん、あれは上がる要素いっぱいありますからね。タイミングですもんね、本当にね。そうですね、まあ、多分でも続けてきて、あの見たことある方が増えたっていうことなんでしょうね。うん、そうですね。うん、なんか一回見たことがあったりするとおすすめに上がりやすいとかあるみたいなので。黄色いやつの問題、なかなか消えないですね。あ、私だいぶ良くなりました。本当ですか。まだ結構あるんですけど、まあ、一時期に比べるとどうなんだろう。なんか早い段階で消えてくれるやつと、はいはいはい、もうずっと残ってる。そうですね、1000回行かないとだからっていうのもありますね。1週間1000回ですよね。ちょっとその前に何とかしてくれると思います、ね。でもなんかなってな、1000回行く前からなんか緑に戻ったり、また黄色になったり、よくわからないですね。うんうん、まあ、あの試行錯誤して。そうなんですね。多分いろんな要素であれ引っかかったり、うん、クリアになったりなんでしょうね。そうですね。判断基準もよくわからないですけど。無茶してね、黄色つくんだったらわかるけど、なんか全くのことやってて、そうですね、つくのってだから全く同じようなって言ったらあれですけど、ほぼ同じ流れでやってる1と2が、1は OK で2はダメとか、あ、そうなんですね、なんか変わった要素ほぼないんですけど、なぜみたいなことはありますね。ね、だからなんかそういう言ってる言葉とか、なんか音とかなんかで反応しましたね。なんか、まあ、ちょっとそこまで想像なんですけど、まあ、サムネイルの肌の具合とか、あ、タイトルとか、うん、言葉はあんまりないんじゃないかと思うんですけどね。そこまで高度なのかな。自動検出ですからね。サムネイルのタイトル。普通の言葉しか入れてないような気がするんだけど、もしかしてフリーマッサージプロジェクトが引っかかってるの。ちょっとね、マッサージがダメっていう傾向はあると思うんですね。だいたい一体黄色になるんですよね。だいぶなんか言いがかりも鼻くらしい。今揺れてる感じありますかね。あ、揺れてます、うん、さっきより揺れやすくなってますけど。本当ですか。うん、頸椎が揺れればいいので、だいぶリラックスした感じになってます。あ、はい、
日はこんな感じで。どうですかね。痛くない。肩すごい柔らかくなりましたね。痛くない。ふにゃふにゃなので、はい、痛くないですね。痛くない。痛くないですね。痛くない、はい、柔らかいですね。すごい。ふくらはぎがどうなったかですね。そうですね。いや、不思議だ。はい、やっぱふくらはぎも柔らかくなった感じだったんですか、はい、どうでしょうか。やっぱ若干ね、はい、なんかチク、はい、その辺にチクって、チクッと感が。全体としてはどうでしょう、柔らいだ感じありますかね。うん、と思います、うん、ここのチクッとか。そう、その辺、その辺ですね、その辺チクッと。左も左でっておっしゃったんですか。左も左で、はい、まあ、それは残っちゃった感じですかね、はい、はい、あ、なんか曲がってるのかな、うん、そうですね、改善してます、かなり。さっきの、この右左、ここで、ここ、ここで、ここっていう風に、うん、きますからね。右の肩、左の肩、高さほぼ同じです。でも、骨盤の位置でもほぼ同じですね。ここからここ、こっちからこっち。不思議だ。で、まあ、この足もピタッと来てますし、まあ、この右左の位置も味がここで一緒なので、はい、差はない感じですね。いやー、不思議。まっすぐですね。いやー、ファンタスティック。